ローマ人の手紙の10章11節、聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。お祈りします。愛聖者の限られた時間の中で主は一見答えということを語ることができるように助けにしてください。聖書の名前によって祈ります。ね、それで、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっと9分59秒をちょっと見てもらいたいんですね。それで今回の映像祭で、私たちの方の映画ミッションで作った映像があるんですね。だから見てない方で、桜子さんと広瀬さんと、うつちゃんも多分見てないかもしれないんで、前の方に来てですね、ちょっと見てみたい。それで、ちょっとやりますね。で、ちょっと今日メッセージそれに関わるんですね。もっと前の方に、そうでない方も前の方に、すみません。見えますかね。セットカップルは、じゃあね、
それでもう一言だけなんですけど、なぜこれができたのかっていうとですね、実は2年前に少年ドブコド26の十字架っていうのを作ったんですね。でそれでそれがその、まあ、白馬の映像祭でグランプリっていう、まあ、なった、そう、まあ、総合1位だったんですけど、まあ、その表彰状が家にあるんですよ。私の部屋っていうか部屋に置いてるんですけども、それはこうやっぱりこう毎日見ていて、なんかこう秋元先生いつも言うじゃないですか、今日も第一礼拝で一番最初言われたんですけど、主が見ておかれることをやめてはいけないとか、それがやっぱりねこう毎日 目につくところに置いてるので、それが気になって、主が見ておいたことはやめてはいけないって、もうやめたい、十分やめたいって思うんだけど、でもまあやっぱりそういう目と主が見ておいてることをやめてはいけないっていう、まあだからまあ一言祈るだけなんですけども、だから主が見ておいてるからやめないでいけますようにとか言って、そういう感じだったね。だから秋になり、9月になり、10月なり、11月なり、12月になっても何にも進まない、客も何もできない状態だったんですけど、なんか1月になってから急に動き始めて、それでなんか あっという間にできたっていう。それで1月31日ハリウッドチームになって、ハリウッドに英語版を持っていくのが最大の目標なんで、だからそれ前にできないといけないんで、もう12月ぐらいになった時にはもうちょっとまずいな、客も何もできてないっていうんで、でもやめたい、十分やめたいって、もう十分やめさせてくださいなんですけど、でも主が見ておいてることは主でやめてはいけないっていうのがやっぱり引っかかるんで、これはどう考えても主が見ておいてるからやめないで行きますようにって言ったら、いつの間にか出来上がったって、まあだから私たちがやったっていうよりも、あ、主が作り上げたなって思います。ですので、まあで何を言いたいかっていうと、皆さんに関しても主が見ておいてることがあると思うんです。もう途中でやめたいことは十分あるかも、もう十分やめたいという、十分投げ出したいかもしれませんけども、そこでちょっと一応聞いてみてください。主にもう投げ出していいでしょうかとかね、で主が投げ出していいですよって言ったら投げ出してください。でも大体投げ出していいよとは言わないはずなんで、そしたらちょっと投げ出したいけど、もう少しやらせてくださいか、まあ、助けてくださいかなんか祈ったら、うん、なんかね、結果としてね、あの本当すごいいいのができたなって思ってるんですね。しかも脚本からできたんじゃなくて、これは最初に歌を作ったんです。で最初はあのトマス小崎の心情をどう描くかっていうところで、歌詞を書いてみたんですね。歌詞を書いて元子さんに曲をですね、あの2週間で作ってとか言ってて、ね、何も言わないで、そしたら2週間はできませんって言うんで、断られるかと思ったら、で1ヶ月だったら引き受けてくれた。それで歌詞ができてきたのが1月28日ぐらいで、かなりあのハリウッドチームの直前ぐらい でもできたらすごく良かったんですよ。あれ使ってるとこですね。で、あの曲はこの映像のためにオリジナルで作った曲なんです。で、それ、ね、でしかも後で聞いたのは、元子さんその時インフルエンザ明けてですね、弱っててですね、で後からなんかあの撮り直して送ってきたんですけど、そう最初の方が全然良かったね、臨済があって、まあ、弱くされている時に力が、それをあの 弱くなって最初に送ってきたやつを映像に使ったんですけど、なんでちょっと普通の、だから曲ができてから、それから後で脚本を書いたあのになっていったっていうんで、ちょっと全然どうしてそうなるのかわけわかんないですけど、まあともかくそんな感じだったんですけど、でも、まあ、結果としてはそうですね、あの会場で見てくださった人はあの感動したって言ってくださったりしたので、まあ、それはやっぱり、まあ主が見ておかれることを途中でやめなくてよかったなって思いました。ですので皆さんも主が見ておいてることに関してはやめないでください。やめないで続けてください。そしたらまた次が開かれるし、できっとやめなくてよかったっていう、本当に心が覚える日が来るっていうことをね、覚えていただきたいと。だから、ね、やっぱり見ておいてることってひょっとしたらね、サタンが一番働くんかもしれませんね。だからやめたいって思えば、こう普通1で来るのが10ぐらいでバーンと来るかもしれませんね。だけどその時に主が見ておいてるか置いてないかの差があるんですね。だから主が見ておいてることは
ないでください、やめないでください、絶対やめないでください。必ずその主の見ておいていることが、まあ主が結果を表してくださると、ね、覚えていただきたいと思います。お願いします。はい、先生は本当に主が見ていることを私たちがやめることなく最後まで全うしていくことができるように助けを導いてください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それではお立ちください。御交えが私たち一人一人とともに、また今日に集えた地上とともに、今の地とこしえまでも豊かにあふれるばかりありますように。それではどうぞお座りになってください。愛知の方から報告があります。今日はヤングの関係者で